第11話、侵略者の夜。その夜、町に光る物体が落下したとの通報があった。通報を受けた我々宇宙防衛隊オレンジは直ちに捜索を開始。しかし物体の行方は用として知れなかった。マナミ隊、隊長が一人でブツブツ。泣かないでくるみ隊員。隊長、今のはナレーションだ、ナレーション。やっぱ可愛いってだけで入隊させたのまずかったかな。隊長。小松隊員、君だけが頼りだ。何か分かったか。は、任せといてください。前に隊長と言ったタンメンのうまいラーメン屋ですが。うん、あの周辺に物体は落ちたのか。落ちました。味がで、あのなエイリアルの侵略かもしんないっつうのに何をのんきだ。さ、タンメン味は落ちちゃダメだよね。そうだよね、うん、他のはチャーハンは。チャーハンね、しょっぱいんだよ。ショックだね。おい、置いてかないでよ。お兄ちゃん、パンとご飯どっちにする？ダメだよ、そんなこと聞いちゃ。お兄ちゃんいつもパンにするかご飯にするのかで10分は悩むんだから。今朝は大丈夫じゃない。ゆうべ女の子ってはっきりしない男の子が一番嫌いなんだからってお説教しちゃったし。それで治るくらいなら苦労はないよ。おいおい、まなみ、朝はパンだろ、決まってるじゃないか。え、ねえお兄ちゃん、マーマレードとマーガリンどっちにする？今度こそ悩むはず。バター取ってくれ。うん。お兄ちゃん、今日はやけに何でも決断早いのね。現代は決断の時代。好きなものは好き、嫌いなものは嫌い。はっきりさせなきゃな。なんかかっこいいぞ。あれ二人とものんびりしてる時間ないよ。そろそろ出ないと遅刻しちゃう。やだ。何を慌ててるんだ。こういう時は力を使ってテレポーテーションすれば済むことだろう。え、バカ、何言ってんの。人前で力使うな。あるものを使わないのがバカなのさ。先行くぞ。変ね。エイリアンだ。エイリアンが取り付いたんだ。私の推理に間違いはない。だってさ、あの春日君がそんなスパスパ決断できるようになるなんてちゃんちゃらおかしいもんね。うん、テストで三択問題出るといつも考え込んでるし、クラブもあれこれ悩んで結局どれにも入ってないし、基本的にスパッと決められないやつなんだよな。だよね。春日京介が突然決断力を持つようになった背景には、昨夜隕石に紛れて飛来したエイリアンがきっと存在する。決断性から来たやる気星人かな。決断性から来たんなら決断星人じゃないの。しばらくほっときましょうよ。プラマとどうして。お兄ちゃんが決断できるようになったってことは優柔不断が治ったってことでしょ。ってことはそっか、ヒカルちゃんとマドカさんにもピシッと自分の気持ち伝えられっかも。いや、しかしエイリアンがだな。ダメですか。え、いや、いいけどね。おはよう、ヒカルちゃん。はぁ、ダーリー。どうしたんですか、こんなに早く投稿するなんて珍しいですね。少しでも早くヒカルちゃんの顔見たくって飛んできたのさ。そんな先輩、そんなに私のこと。どうしたんだヒカルちゃん、いつもみたいにキャーダリンって抱きついてこないのかい。だって通学路だし、みんな見てるし恥ずかしいです。何が恥ずかしいんだよ、みんなに見せつけてやればいいんだ。さあヒカルちゃん。あいつらよくやるな。朝っぱらから何やってんだか本当に。何あの子、どうしたんだろう先輩。すごく大胆なのはいいけど。ブチ殺しましょう。あ、ブチ殺そう。ちょっと待って、何怒ってんですか。朝っぱらから道端で抱き合うなってくるちゃったよ。
エイリアンだ。さっさと取り付いているエイリアンを退治せねば。おはよう、鮎川くん。おはよう、鮎川くん。君今日、アバカブ休みだよね。まあね。君、今夜ディスコ行かない？なに、ヒカルにでも誘われたの？君と僕、二人っきりでさ。そう、ちょっと考えさせて。優柔不断は良くないな。自分に正直にスパッと決断しない。そんなに言うなら行くけど、どういう風の吹き回し？バッチリ決めてきてくれよ。うん。でも、驚いたな。え？何がさ？前にここに来た時、まるっきり壁の花じゃなかったっけ？鮎川がリードしてくれるからさ。はあ、楽しいな。うん。チークタイムみたいね。当然、おいでよ。私、喉渇いちゃった。私、ブラディマリーにするけど。同じでいいよ。お酒よ、結構強い。分かってるさ、ちょうど飲みたかったんだ。今度の休みは、二人で映画に行こう。何よ、一人で勝手に決めちゃって。嫌じゃないだろ。でもさ、本当今日はどうしちゃったの？何が？なんかさ、かっこいいんじゃない？これが本当の俺。もし変わって見えるとしたら、それは君のせいさ。めっつらしい。私、まどかさんが真っ赤になるのなんて初めて見たよ。恐るべし、決断力のパワー。いや、恐るべしはエイリアンの力だ。こんなこともあろうかと用意しておいたエイリアン撃退光線砲で春日の体からエイリアンを追い出す。もう少し様子を見ましょうよ。いや、これ以上春日に美味しい思いを。じゃなかった、エイリアンに好き勝手な真似させてたまるもんか。でもお兄ちゃんと鮎川さん、なんかいい雰囲気よ。まなみ隊、あれはやっぱり本物のお兄ちゃんじゃないよ。偽物がまどかさんとうまくいってもいいの？難しいとこだよな。あのままにしておいた方が春日にとっては幸せかもしんないしさ。うんにゃ、あいつの幸せは僕たちの不幸せだもん。どうせ不幸せになるなら、みんなで一緒に地獄に落ちるんだ。ねえ鮎川、もう一件いいだろ？残念だけど、明日また学校で。じゃあ、お別れの挨拶にキスぐらいいいだろ？また酔ってるの？酔ってるさ、君にね。私にそんなことして、ヒカルはいいの？ヒカルちゃんはヒカルちゃんさ。でも今は君しか見えない。君のことしか考えられない。やっぱり変だよ。こっちに来な。なんだよ、どこに？この噴水で頭でも冷やしなよ。おお、何すんだよ。こんなの春日くんじゃないよ。いつもは情けないぐらい優しい。もっと優柔不断なくせに。優柔不断。あれ、ここは俺今目覚めた？鮎川、なんで俺こんなところに。確か朝起きて鏡見て、もっと決断力つけなきゃなーなんて考えてるうちに。あれ、それからどうしたんだっけ？やっぱり酔っ払ってたんじゃないの？そうなのかな。あれ、でも元に戻ってよかった。今日はちょっとかっこよかったけどさ、でもやっぱりいつもの春日くんの方が私。いやだから優柔不断も悪くないんじゃないって。はあ？悪くないの？悪くないのか。いや、
これで事件も無事解決。めでたしめでたしと。何言ってんですか隊長、エイリアなんか関係ないじゃないですか。そうですよ、単にお兄さんが鏡見て自己暗示かけちゃっただけで。まあ自分でかけた暗示にあそこまでハマる人も珍しいけどね。だからそれも元々はエイリアンのだね。あー頭固い。少しはお兄ちゃん見習って優柔不断になった方がいいかもね。そうそう、もう優柔不断の方がいいなんて、やっぱり鮎川は普通じゃない。僕は固い意志で宇宙の平和のために戦い続けるんだ。